5月12日火曜日の山陽新聞ニュースです。新型コロナウイルスの影響で臨時休業していた岡山県内の百貨店が11日全館営業を20日ぶりに再開し街を浴びた客が買い物に訪れました。岡山市北区の天馬や岡山店では化粧品売り場のスタッフがフェイスガードを装着して接客しました。 来店客にもマスクの着用を呼びかけるなど感染防止対策を徹底しました。岡山市は11日、治病の手術のため岡山市内の病院に入院している兵庫県の50代男性の新型コロナウイルス感染を確認したと発表しました。症状はなく入院前に県外で感染した可能性が高いと見ています。 これで岡山県内での感染確認は採用性を除き24人目、市内では15人目となりました。新型コロナウイルスの影響で外出自粛が広がる中、サッカー J2 のファジアーノ岡山は13日からホームゲームのスタジアムで販売しているファジフーズのデリバリーサービスを始めます。 サービスは5月31日までの期間限定で、ファジアーノはぜひ家族や職場の方とスタジアムの味を楽しんでもらいたいと呼びかけています。写真は2017年の様子です。続いて天気予報です。5月12日は岡山県南部、北部ともに晴れでしょう。岡山県南部の最低気温は13度。 最高気温は27度でしょう。岡山県北部の最低気温は11度、最高気温は27度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%、岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞、もしくはサンデジをご覧ください。